明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年はたくさんのご支援本当に本当にありがとうございました。ありがとうございまし た, ました今年はですね、いっぱいもっと動画撮って活動していきますので、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上それでは本編スタートです。なんとですね、BMP タカさんから荷物が3つ届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんかピザがあるぞ。あら驚きの、あれこれ違う、あ、ピッツェリアプレート。へぇ、うん、あ、お見送り機、あ、すごい、御凸山の皆様こんにちは。だいぶ寒さが体に応える季節になってきました。先月の清水さんの誕生日ピザ窯崩壊の動画を見て崩落ピザ窯崩落の動画を見て、きょうちゃん大変苦労していると思い、仕事の合間にクッキングロケットストーブを制作してみました。ちなみに鉄骨加工は本職ではないので、ルビが必要かな。何これ、拙いところはご勘弁ください。このストーブの鉄板は全部間違えてる。このストーブの天板は350度から550度お湯を沸かしたりフライパン料理などできるので、ぜひ活用していただければ嬉しいです。オーブン内は350度から450度まで、すごいね。取り扱いの説明が文章だと難しく苦労して作りました。もしわからないときは連絡くださいということです。ありがとうございます。すごいね、ちょっともう1枚くらい入ってる、説明書これ、うん、これさ、うん、ピザも焼けるやつってこと。すごいじゃん。すげえ、これオーブンなんだ。やば、ちょっと開けよう。すいません、マジダンボール切っちゃうよ。ダンボール切っちゃいますよ、ハサミ、ハサミ横ですごい高くてだけど。あ、出てきた、うん、これ作ったの、すごいね、すごい、すごいね、これから一旦あっちで組み立てる？やろうか。うん。いよいよ。床置き？とりあえず。あの清水さんのやつ。はい。とりあえず一旦組み立てるところ。どこに置く？ここだな。邪魔じゃない。前と後ろは大丈夫。前の大丈夫。見てみて。そっちが前かな。ああ、そうですね。多分そう。すごいな、舐めてるけど、まだいいんだよね、とりあえずそこで。うん、足調整する。煙突は1本予備かな。見て、これ足もちゃんと調整できる。すごい。上の電線に引っかかれますよ。大丈夫ですか。そう、でもここで料理を。ここだって、広瀬さん。何が？ここで料理だ。鉄板。こうなると、お湯沸かしたり、鍋料理、フライパン料理。フライパン置いてやれる。真ん中開けると、ここで焼き物ができる。
本当だ。ここ芋焼き？すごい。じゃあこっちがピザ？これ多分、これがオーブントレイ、オープントレイって書いてある。オープントレイのこれ、はい、これはい、これはい。わあ、すごいよ。もうもう餅じゃん。パーティーダメ。パーティー。餅だよ。パーティー。はい。練習取ります。いいね。はい。めっちゃ外れそうになる。そこまでやると木が削れちゃう。うわ、すごい。持ちてやる。すごい。うわ、いつか塊でひろしさんに飛んできそう。ね、顔面にべちゃっと。ずんだはどうやんの？もうその中にボンって入れるしかない。挟み込むみたいなこと。うん、いや、乗せる、乗せるだけ、乗せるだけ。どれ、ちょっといいの？いいよ。これいただきます。リアクションがない。餅はこれ喉つる回らせる。結構ちっちゃめだけど、これめっちゃでかい。こっちの、あ、餅はすんごい美味しいんだけど、うん、きなこ全然砂糖足んない。え、もっとなんだ、うん、じゃあ全く足んない。これ入れる、うん、砂糖、砂糖入れて。普通に誰か入れて、だいぶ入れてると思いますよ。本当に美味しいよ。ずんだうまいよ。ずんだは何で作ったの？ただあの粉だけ。ずんだの粉があって、でそれで水で溶いただけ。うん、もう取るので一苦労ですね。手だ。うん、うまっ、うまっ、磯辺うまっ。海苔はマンデスさんじゃないの？あ、全然風邪だよ。マンデスさんの箸にくっついちゃった。海苔どこ？うん、あって取ってもらっていい？うん、ちょっと砂糖多めなんで、こっち。砂糖醤油つけて。そうなんだ。砂糖醤油つけて焼いて、海苔巻くとまた違った大きさ。あれ、このずんだは全然美味しいじゃん、これ。うん、え、うまっ。砂糖醤油うまっ。あんなずんだで美味しいんだ、これね。うまい。ひろさんの家はずんだ買わない。マンデーさんのためにね、ずんだね、用意した。こっちは無理や。これね、気をつけた方がいい。ほんと喉詰まりそうになる。で、ずんだすごいもん。ずんだ、ずんだ、いただきます。うん、うん、うまい。うん、うん、うん。だってダメだよ。あんこ直接だよ。餅じゃない人がいる。え、やばいよ。ずんだうまいよ。喉詰まったよ。そんな食ったよね。うん。しっかり噛んで。うん。うん。
はい。叩かれる。すごいすごい。すごいね。いくよ。はい。今こっち側に来てるけど狙ってる。怖くてこっち側に全部持ちきちゃうよ。じゃあラップ切り係になりますか。ここで切って。こっち側で。ここで切るのが一番楽だ。あのラップを置いて切らずに置いて置いてもらってから切れば早い。ちっちゃくね。じゃあち運びだ。節約しなさいよ。はいマンデーさん。このラップ高いんだから。全然どの体験も食ってるじゃん。はいマンデーさん。あれやべやべ移動がサボっちゃう。その丸太はどけといてもらっていい？車は邪魔だった。なんで一人で行かないんだよ。行こうよ。一緒に行こう。